はい、皆さんこんにちは。今回は帰化した有名人ボリューム2です。帰化した有名人を確認しました。確認方法は漢方です。漢方は国の機関紙です。リクエストがありました。漢方をもっと拡大してほしいという要望にお答えいたします。こちらが国の機関紙漢方です。帰化した方は漢方に乗ります。確かな証拠です。木下隆之さん。木下隆之さんは1972年昭和47年1月16日生まれです。平成11年2月23日の漢方に載っています。拡大します。民族名パク隆之、1972年昭和47年1月16日生まれ。木下隆之さんの名前と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。もっと拡大しました。気になる方はご自身で図書館などにて検索願います。新井英一さん。新井英一さんは1950年昭和25年生まれです。さらに調べると1950年昭和25年3月生まれのようです。平成4年7月16日の漢方に載っています。拡大します。民族名パク英一、通名新井英一さん、1950年昭和25年3月14日生まれ。通名と生まれた年月が一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。これが最大限の拡大です。気になる方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。阿部剛さん。阿部剛さんは1982年昭和57年2月13日生まれ。ニックネームはどんどん。阿部剛さんがリー・ドンドンさんだと本に書かれておりました。平成12年1月17日の漢方に載っています。拡大します。民族名リー・ドンドン、1982年昭和57年2月13日生まれ。ニックネームのドンドンは本名のようです。阿部剛さんの生年月日とニックネームが一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。野村正樹さん。野村正樹さんは1952年昭和27年11月13日生まれです。昭和49年6月6日の漢方に載っています。拡大します。民族名パク正樹、通名野村正樹、1952年昭和27年11月13日生まれ。野村正樹さんの生年月日と通名が一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。さらに拡大しました。気になる方はご自身で図書館などにて確認お願いいたします。マッハ文明さん。マッハ文明さんは本名渡辺文明、1959年昭和34年3月3日生まれ。昭和51年2月24日の漢方に載っています。拡大します。民族名金文明、通名渡辺文明、1959年昭和34年3月3日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。これが最大限の拡大です。気になる方はご自身で図書館などにて確認お願いいたします。橋本天香さん。橋本天香さんは1993年平成5年11月19日生まれ。平成24年10月9日の漢方に載っています。拡大します。民族名宇天香、1993年平成5年11月19日生まれ。橋本天香さんの名前と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。さらに拡大しました。橋本天香さんの別名は天チムさんです。これが最大限の拡大です。気になる方はご自身で図書館などにて確認をお願いいたします。豊原康介さん。豊原康介さんは1965年昭和40年9月25日生まれ。平成元年12月13日の漢方に載っています。拡大します。民族名李康介、通名豊原康介、1965年昭和40年9月25日生まれ。豊原康介さんの通名と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。さらに拡大しました。興味ある方はご自身で図書館などにて確認をお願いいたします。みやぞんさん。みやぞんさんは本名宮園大光、1985年昭和60年4月25日生まれ。平成17年4月19日の漢方に載っています。拡大します。民族名金大光、1985年昭和60年4月25日生まれ。
みやぞんさんの本名、みやぞの大根の名前と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。さらに拡大しました。興味ある方は、ご自身で図書館などにて確認してはいかがでしょうか。松田優作さんです。松田優作さんは1949年、昭和24年9月21日生まれです。昭和50年8月23日の漢方に載っています。拡大します。民族名金優作、通名松田優作、1950年、昭和25年9月21日生まれ。公表していた生年月日よりちょうど1年若い方でした。月日が一緒です。松田優作さんの通名と生年月日の月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。さらに拡大しました。興味ある方はご自身で図書館などで検索してはいかがでしょうか。西城秀樹さん。西城秀樹さんは本名木本達夫さん。1955年昭和30年4月13日生まれです。本名が木本達夫さんだと他でも確認いたしました。昭和50年12月11日の漢方に載っています。拡大します。民族名李音達、通名木本達夫さん、昭和30年4月13日生まれ、西城秀樹さんの本名と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。さらに拡大しました。興味ある方は皆さんが図書館などで検索してはいかがでしょうか。ここまでで10人の方をご紹介しました。まだまだ続きますのでご覧ください。和田明子さん。和田明子さんは1950年昭和25年4月10日生まれです。昭和46年7月23日の漢方に載っています。拡大します。民族名金福子、通名和田明子、1949年昭和24年4月10日生まれです。さらに拡大しました。確かに通名は和田明子さんです。これが最大限の拡大です。気になる方はご自身で図書館などにて検索願います。矢沢永吉さん。矢沢永吉さんは1949年昭和24年9月14日生まれです。昭和53年6月8日の漢方に載っています。拡大します。民族名張永吉、通名矢沢永吉と他2つの通名、1949年昭和24年9月14日生まれ、通名と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。さらに拡大いたします。確かに矢沢永吉さんです。横にして拡大しました。これで見えると思います。続きまして、松尾隆さん。松尾隆さんは本名、岸邦弘、1960年昭和35年5月11日生まれです。他を調べても情報は一致します。本名、岸邦弘さん、1960年昭和35年5月11日生まれです。平成3年10月29日の漢方に載っています。拡大します。民族名、王邦弘、通名、岸邦弘、1960年昭和35年5月11日生まれ、通名と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。さらに拡大します。これで見えるかと思います。五木ひろしさんです。五木ひろしさんは1948年昭和23年3月14日生まれです。昭和48年4月18日の漢方に載っています。拡大します。民族名李和夫、通名松山和夫、松田和夫、五木ひろし、1948年昭和23年3月14日生まれ、通名と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。さらに拡大します。これで見えるかと思います。宮古晴美さんです。宮古晴美さんは1948年昭和23年2月22日生まれ、昭和41年5月18日の漢方に載っています。拡大します。民族名李晴美、通名北村晴美、宮古晴美、1948年昭和23年2月22日生まれ、通名と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。さらに拡大します。これで見えるかと思います。井川遥さんです。井川遥さんは1976年昭和51年6月29日生まれです。井川遥さんは学生の時にモデルとして記事に載っていました。名前は張よしえさんです。張よしえと書かれています。
平成18年9月7日の漢方に載っています。拡大します。民族名張芳英、1976年昭和51年6月29日生まれ。雑誌記事の名前と井川遥さんの生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。結城真央美さんです。結城真央美さんは1980年昭和55年3月2日生まれ。昭和60年9月11日の漢方に載っています。拡大します。民族名張真央美、1980年昭和55年3月2日生まれ。結城真央美さんの名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。さらに拡大します。これで見えるかと思います。安田成美さんです。安田成美さんは1966年昭和41年11月28日生まれ。平成7年12月21日の漢方に載っています。拡大します。民族名丁成美、1966年昭和41年11月28日生まれ。安田成美さんの名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。さらに拡大します。これで見えるかと思います。藤谷美紀さんです。藤谷美紀さんは1973年昭和48年9月15日生まれです。平成2年6月6日の漢方に載っています。拡大します。民族名金真紀子、通名金谷真紀子。藤谷美紀さん、1973年昭和48年9月15日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。さらに拡大します。これで見えるかと思います。木下ほうかさんです。木下ほうかさんは1964年昭和39年1月24日生まれです。平成23年12月21日の漢方に載っています。拡大します。民族名李ほうか、1964年昭和39年1月24日生まれ。木下ほうかさんの名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。さらに拡大します。これで見えるかと思います。今回は以上になります。可能性が高いと思われる有名人、皆様が漢方で確認できた有名人などをコメント欄にてお知らせください。追加してご紹介を検討いたします。ありがとうございました。失礼します。